アンディガルシアは、キューバ・ハバナ出身のアメリカの俳優。父親は弁護士、母親は教師だったが、カストロ政権を逃れるため、アンディが5歳の時にアメリカに移住、後に帰化した。高校時代は、バスケットボールの選手であったが、肝炎を患い、スポーツ選手の道は断念することになる。フロリダ国際大学に進学して、ここから演劇に関わるようになっていく。 その後はハリウッドに移り、1980年代半ばからテレビ、映画に出演し始める。1987年には映画アンタッチャブルに出演し、この作品で一躍注目されるようになる。ゴッドファーザーパート3ではアカデミー助演団優勝にノミネートされた。1989年には日本が舞台のハリウッド映画ブラックレインにおいて、 マイケル・ダグラス演じる刑事の相棒刑事を演じ、日本人俳優の高倉健、松田優作らと共演。日本でも、その名が知られるようになる。2001年に公開された、オーシャンズ11、その続編となる、オーシャンズ12、オーシャンズ13では、非常なカジノオーナーを演じている。結合創生児として出生。兄弟は、 テニスボールほどの大きさで肩にくっついているという程度であり、手術で取り除かれた。その手術跡は残っており、ガルシアはヌードシーンの撮影を拒んでいる。1982年に結婚した妻、マリバ・ビクトリアとの間に娘3人、息子1人がいる。NBA のロサンゼルスレイカーズのファンであり、テレビ中継でレイカーズの試合を観戦している姿が見られる。 ありがとうございます。